ああ、じゃあ行くか。ゆっくりと行こうね。ここは。なんか雰囲気的にね、ちょっと、のっそのっそと、ランウェイを歩くようにゆっくりと行きましょう。うわ、真っ黒。行くしかねえ。失礼します。ヨーマも意外と近くにいるかもしれないからな。気は引けねえ。なんて、気は抜けねえ。おお。なんか急に驚しいわ。なんであんなとこにトゲついてんの？意味ねえだろ、あのトゲついてても。鬼ヶ島。島をくり抜いて中に塩を立てるた、ずいぶん水虚な思考だが、どうせ成り上がりの三種と妖怪が構えた猿山でいい。成り上がりの三種と妖怪。かなわんかったけど。俺たちがてっぺん前に登り詰めて、のぼせ上がった女狐野郎を引きずり下ろしてやろうじゃねえか。引きずり下ろすか。でもなんかいいのを、どんどんどん。お！これは何？ちょい、天の邪鬼。ああ、なるほど。じゃあ、山田農地みたいな感じで、なんか、ここも、天の邪鬼とかいっぱいいそうだね。んが？お前、どこから入ってきただけや？まさか、この鬼ヶ島を攻め落としに来たんじゃ。そんな俺も一歩も引かないだけや。男の男の真剣勝負。道で商売で型をつけてやるだけや。ふん。ええんやね。ふん。そこまで優しいんやな、結構。七つさやの太刀。それ10万貯まってるから買えんじゃん。買っちゃうか？これもう。どうしよう。七つ。合点の筆技が宿る。買うしかねえだろ、この剣。使うか？使う？どうしよう。まあ、一回ちょっと装備してみるか。試しにね。どうなんだろうな。七つさの矢立ち。これ多分、ヤマタノオロチの、あれをちょっと意識してるかもしれない。もしかしたら。一回使ってみよう。使うだけ使ってみよう。で、使いづらかったらやめよう。なんだこの台座は。からくり仕掛けの台座みたいだけど、あ、なんかぽっかり空いてら。この穴、見たところ、鍵穴みたいだぜ。鍵穴だって、キングダムハーツ。こっちかな。あ、なんか抜け穴みたいなやつあるね。光と闇、二つの世界が。これ何？うわ、なんか、かっこいいな、この置物。ピシャリと扉が閉じられてだ。この扉、ずいぶん変わった、門所が書いてあるぜ。一体どうやったら開くんでいい？これ、俺が稲妻書けばいいのかな。ビッシュッシュッと。ダメか。そんな甘いもんじゃなかったね。ちゃうか。お、こっちにもあるんじゃん。いろんなルートあるね。おどろおどろしいわ。何？罠にはまった。あ、雷じゃん。痛い。これなんだっけ？あ、これか。はい。これ回転させて。どんどん回転、回せ回せ。ルーレット回せ回せ。うわぁ、無駄って書いてる。ひぃ！なんか、こんな敵だったっけ？あんたたち。あんたたちこんな敵だったっけ？ちょっと待ってね。ちょっと待って、あれ、やっぱ、武器変えよう、武器変えよう、武器変えよう。使いづらい。正味使いづらいわ。いっすん。オッケー、今のうち、今のうち。痛い痛い痛い。待って、超戦いづらい。はい。はい。で、これで一寸。ダメだ。痛い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 。2体いいのか。そっかそっか。で、これで、やばいな、ちょっと待ってな。これ一寸。オッケーオッケーオッケー。でもよ、武器変えよう、これは。ちょっとさっき、危ない、もう。うわ。なにこのボスキャラみたいな。ボスキャラができそうなこと。痛い痛い痛い。ん？うわ。ね、合体技。ひぃ。かっけー。まあ、見えてよかったわ。風を起こして、オッケー、今のうち、合ってんのかな。妖怪騎馬、めっちゃ出る、妖怪騎馬めっちゃ出るな。俺は敵強かったんだ。これどうなんだろう。この鏡、この武器が、あれかな、弱いのか、単純に HP があいつはめちゃめちゃでかかったんだ。どっちかやもんな。まあ、とりあえず、今こっち使っとくか。え、なにこれ？なんでこんなところに鍵あんの？逆なんだけど、鍵穴見つかってない。いたー、危なー。でも、加えたままでよかった。 とりあえず、こっち行って、でも鍵穴ねえもんな。違うもんな。とりあえずだ。こっちもちゃうしな。じゃあ、あれか、さっきの、この電球のとこやればいいのか。これで雷起こすって感じかな。この鍵穴は刺さないの？やりたぞ。書いたら、鍵穴みたいだぜ。これは入んないの？ねえ、これ入んないのかな？これで、突進したら、
鍵が入るよとかないのかな。あ、こっちにあんじゃん。なんだ。結局行ったな、お前。なんか、もう一回会うかなって思ってたけど、こんな早く会うと思わなかったぜ。びしゃり。こんな早いと思わなかった。しかも、に会わなかったから、慌てふためく顔しか見れないっていうのがもう最高で最強だわ。おー、なんか、長い通路だね。なんでこんな、角度が。なんでこんな角度がついてんの。お、なんか色が変わった。ちょっと待って。これは、なんとかして。これはなんとかして、登りたい。あ、登りだ。でも、あ、武器、なんか、強そうな、いいアイテムとかじゃなかった。よくある。よくあるやつじゃない。どんどん地下まで潜っていくんやけど。なんか、この先、拷問迷路。拷問迷路で遊ぶ者は次の事項に留意すべし。拷問迷路。一つ、足元の仕掛けを踏むと、封印のお札が進み始める。そのお札に封じられる前に出口の門を駆け抜けるべし。一つ、ワインで続きを食い出した後、そのまま L スティックを入力し続けるとダッシュできる。まあ、よくはやってるやつよね。これを駆使し、より早く出口の門を目指すべし。一つ、拷問メイドは鬼ヶ島のみんな、ねえ、なえ、ド M なん、鬼ヶ島のみんなは。楽しいものなので、汚さないよう丁寧に扱うべし。って、妖怪どもの言葉で書いてあるぜ。なるほどね。じゃ、これを押し出せばいいってわけか。ん？あ、早飛びまでや。何これ。ちょっと、そこの旦那。あんた、一体何者ですかい何者ですかい。なんだ？お札が喋ってるぜ。お札が喋った。旦那、やめてくださいよ。お札なんて、そっけねえ呼び方は。あっしには、早飛びまるって名前があるんですぜ。旦那。すごいね。妖魔、早飛びまる。これはないし、ね、結構重要キャラ、もしかして。早飛びだが、高飛びだが知らねえが、ペラペラ妖怪が何の用でいい。あっしは、この鬼ヶ島で、門番の役目を仰せ、使ってて、ロボットみたいな、わーとかでーとかが、カタカナや。早い話が怪しい奴は、どうさねえってことにしてんでさ。で、旦那、未定な御人は見たことがねえんだが、よかった、敵やと思えてないか。あんた、一体誰ですかい。この煙草じゃかい。こいつは、そうさな。本当のこと言ったら、しばき倒されそうやけど。人呼んで、一目散の甘子。つまり、この城のてっぺんに向かって大急ぎってわけでいい。村口叩いて暇はねえから先行かせてもらうぜ。旦那、悪いがそうはいかねえんですよ。言ったでしょ？足はこの、あ、やばい、バレた正体が鬼ヶ島の門番だって。ただ、足も固いことを言うつもりはねえ。旦那、あんた、一目散の甘子って言いやしたね。足も競争には少しばかり自信がありやしてね。どうです？ちょいと足と競争してみませんか。これでさっきのあれか、注意書きに書いてあった、ダッシュしてすぐ L スティックを使えってことか。何？向こうの身に見える出口の門にどっちが早く着くか簡単な勝負でさ。足との競争の仕方は、その辺の看板に書いてある通り、もう見ましていただけましたよ。マニアには目を通したよ。さあ、足もこれ以上無駄口を叩くつもりはねえ。あとは熱い勝負で語り、男なら拳と拳で語り合おうじゃないのね。さあ、勝負じゃん。痛い。え、待って、早かった。はい。やるしかねえな。ボヨン、ボヨン、ボヨン。こっちか。はい。はい。何？こっち行けないか。旦那、そこそこやるじゃねえですかい。でも今のはちょっとした練習みたいなもんでさ。今の合ってたんや。ここからが本当に勝負なんですが、旦那、あんた、針で串刺しとか大丈夫よ。バラエティには飛んでますから。足を滑らせたら、針のむしろに真っ逆さまの針海の、まあ、これが遊びどころなんや。PTA から苦情来そうやけどな。なんて平気ですかい。何を任せんしゃい。その平気なやつがいるかい。まあ、こうだったらいけるよ。ああ、まあ、何があったとコードで今更根を上げねえでくれせえよ。久しぶりの客人で足も気合い入ってんですからね。やるしかねえか。はいはいはい。はい。はい。ああ痛い。串刺しでね。早いってちょっと。はい。ああ、もうやべ。ちょっと待って。滑っちゃう。足元が滑っちゃうわ。なんか増えてない？すげえ俺に優しくなってんだけど。はい。オッケー。
こんなもんよ。まあ、ざっとこんなもんよね。ん？こっちで合ってる？あの、高幅買うからちょっと入らせていただきやすい。オッケー、水晶。でもお金なぁ。あ、結局あれ、売ればよかったなぁ。水晶っていうか、他の宝物売って、真骨頂でも買えばよかったわ。大丈夫かな？今の持ってる数で。足りますかね？こっちで合ってるかなぁ。お！ね、これ。これは上登って、行けってことかい？はい。はい。この上に、おる？あいつおるかな？あいつまだおる？俺のこと、待っててくれてるかな？失礼しまーす。ね、これ、バツ印は。さあ、お札ちゃんは、奥にいるのかい？痛い出てた。旦那、ちょいと息が上がっちゃいやせんか？無理して命を落としちゃ何にもなりやせんぜん。もう2回ほど刺されましたけどね。次の段々廊下はそんなに危なかねえですが、行きやすかい？ねえ、段々廊下か。行きますよ。はい。あ、もう登った、あ、降りちゃダメなやつ、これもしかして。あー、なるほど。なるほどね。なんか分かった気がするよ。だこう行って、こう行ってこうか。これ、ね、こっち？ああ、落ちちゃった。あれ合ってんのかな？落ちずに行けってことよね、だから。ああ！これで、これで上に登ってけってことよね。はい。はい。はい。あいつに気をつけていって。ああ！やっぱ落ちちゃあかんだな、これは。HP 大丈夫？ああ、HP やばいね。で、これちょっと真骨頂を使って回復しよう。よし。はい、左。はい、右。はい、左。はい、左。いいね。で、このまま急いで、急いで。間に合って。オッケー。ギリギリセーフじゃない？おーい、助かったぜ、こっちは。旦那、今のうちに言っときやすが、この先、まだまだ、阿鼻叫喚と、ゴーンベイドが続きやす。なるほど、まだ序の口ってわけか。でも、面白い仕組みじゃないなかなかね。この辺で、書いた方がいいんじゃねえですかい？ここまで行ったら引き下がれんよね。へへへ、しや、チョッコバドゥンじゃねえ、紙ペラ。ペラペラ喋ってねえで、さっさと次の勝負で。そうこなくっちゃ。早といまでは、なんだろう、妖魔王に、の場所いざなってんのかな？それから単純にエンターテイナーとして楽しんでるか。次のノコギリの動画。これであっちも本気の勝負ができるってもんでさ。本気できるんや。体化してもらいやすい。一発クリア目指しましょうや。痛くない。こんなもん痛くもなんともねえや。待って、なんか。ダメだ。はい。ちょっと待って、早くない相手。どうしよう。どうしようかな。やばい。間に合わない。あー。待って、助けて。あー。え、どうしよう。あ、これむずくね？これどうやって耐えすればいいんだい？あ、これで、はい。はい。はいって感じ？あ、オッケー、ギリギリか。なるほどね。ひたすらジャンプして繰り返せばいいってわけか。危ねえ。危ねえ、危ねえ。なんかこれ血で抱えてる。この何、血で抱えた垂れ幕は。おどろおどろしいな。何を直してんやろな。よっしゃ、とりあえず、大体のところはクリアしたから。うわ、まだあるか。まあ、なんか苦しそう。だな、なかなかいい走りをするじゃねえですかい。いじもくさんの甘子って名前は、伊達じゃねえや。ね、ここまでクリアできなかったさ、妖怪たちは死ぬの？あと今の名にかけて、これ以上足も負けるわけにはいかねえ。さあ、極輪廊下、張り切って行きやしょうか。張り切りますか。張り切り弁慶。待って、え、これ無理じゃね？速度的に。じゃ、かけてけ、かけてけ。危ない。ちょっと待って。見えない、見えない。見えないよ。ちょっと待って、強。むずい、むずい、むずい。痛い。痛い、痛い、痛い、痛い。ん？おい、助かってる。助かってない。なんで、カメラワークが、カメラワークダメよ、それは。はい。これ抜けていく。はい、駆け抜けていく。オッケー、オッケー、オッケー。あ、そうそう。あ、しまった。はい。これ、ワンミスも許されなくね？ああ、マジか。待って。助けて。俺まだ死にたくないよ。ああ、あはは。大丈夫そう。あ、俺生きてる。
俺生きてるよ。生きてるけど。え、これどうすればいいの？あ、戻ればいいのこれ。畜生。なんて難しい場所なんだ。でもギリギリやったな。ちょっと惜しくなかった。ちょっとだけ惜しかった気がするわ。痛い。やばい。そういう仕組みが。やっぱ真骨頂もうちょっと勝手にかかったな。この元ね。じゃあこの速さを保ったままで、練り行こう。これでだいぶ差を埋めることができる。はい。いた！大丈夫。まだ間に合う。まだ間に合うぞ。まだいけるぞ。よし、まだいける。オッケー！危ねえ。ちょっとズルだけどね。まあ、ちょっとズルだけど、これぐらいはいいんじゃない？これぐらいはズルさせていただかへんとね。ちょっと最初の序章をちょっと気をつければいけそうだね。お、これま、なんか、シンプルだな。これはたまげた。まだ足に食らいついてくるとは驚きでさ。おや、神プラ。お前の名前、はやとびまるだっけ？名前に、あんまりのどますぎて、あくびが出た。もう勝ってるからで調子乗んない、一寸さんよ。すごい。怒っちゃう、ケイちゃん、怒っちゃう。それじゃあ次は、ちょいと趣向を変えてみましょうか。旦那を舐めるわけじゃねえですが、次の金箔の間、足に勝つことができやすかい。どうやつ、ちょっと助走をつけて、もうこのまま、行かせていただけますよ。このままクリアさせていただけますよ。行くか、このまま。この勢いのまま。俺は駆け抜けていくぜ。あ、マシの審査。全部の勢いなしになったわ。ああ、待って。そんな、早くしないと。早く。はい。はよ。はい。早く。もうその後してる場合じゃねえから。はい。危ねえ。よかった。一発クリアよ、今度は。ね、金箔の待って。敵出てきたやな、そんな。そんなことある。そのうちボスとか出てきそうで怖えわ。あの同じ要領で。もう、なんてことするんや。あれは全然なんか速さとか関係なかったな。うわ、ね、レーザー光線。時代にそぐわってね。バイオハザード出てきそうやな。何この仕組み。ぐんぐん。な。仕組み、え、どうしよう。でもこっち取るか。ちょっと、あいてた。なんか、あんまり HP 減ってねえわ。よいしょ。はい、いただ。これは受けるんだ。ん？危ない、わー、落ちちゃった。むずい、これ。何個かやり直し？危ない。どうしようかな。危ないってね。あー、もう失敗だ。これむずくないっすか？ちょっと。あーん。あーん。よし、危ねえ。よし。あーん、危ない。あー、こっちだ。押された。どっかやり直し？あ、よかった。そこからやり直しか。まさかこれ、真骨頂、一番 HP を減らす場所になると思わんかったな。ここで使っとこう。これな、切っときゃなんか、ないかな。あ、ちょっとダメだね。オッケー。どうしてもやばそうになったら、で、これ今切れてるから、あ、なるほどね。通話できるんだ。オッケー。あー、落ちた。ダメ。集中しないと。これで、切ってる間に、で、こっち行って、吸うか。オッケー。どうしようかな。ちょっとずれてない。いた。よし、こっち行こう。またちょっとやるからね。もうこのまま、ちょっとずれしたい。オッケー。ナイス。いっちゃい、このまま。よし。ここまで来たぞ。これで結構なんか、もう、最終決戦ら辺近づいてきたんじゃない？この島もクリアか？お、攻撃ってボス？敵かい？わ、出た。俺がなんかちょっと驚、あまりちょっと敵、あ、やっぱさ、炎のやつ、これ今戦って気づいたけどさ、本的はちょっと強すぎる、この武器がどうこうっていうよりはさ、さっきの炎のあれがちょっと弱かった気がするな。火力がね、あ、出てきた。なんか、ちょっとだけかっこいいやつ。なんかね、怖いんだけど大丈夫？あのところなんか競争で使ったりとかしないかな。なんかこれ、右か、マテ罰ゲームに、あ、それ関係ねえか。なんかこれセーブポイント。怖っ。なんでこんなとこにセーブポイントあるんや。そういうことかい。そういうことなんかい。
お前にもう、うお、両方開いた。ラッキー。じゃあ右行かしてもらうか。よし、失礼しまーす。やっぱこれイベントだよね。ここまで来たやつは足の中にも癒せんぜ。それであんた遊びで勝てる相手じゃなさそうでさ。死の子のごたっこの並べ歌はもう指名だ。この早谷まで命を削って、ハリトジどうかの勝負に臨みやす。これね、最後の戦いもしかして。待って、まだまだまだ。ちょっと助走をつけて、なんか爆弾があるね、奥に。あの爆弾をちょっとなんとかしないとやばそうだね。このまま行かしていただきます。この突進を使って。よし。で、これで爆弾を、この勢いのまま。OK。使わせていただきます。これで良きですか？おお。あ、これは、ん？上？あ、上か。なるほどね。はい。あれ？ちょっと待ってね。はい。登れない。登れない。登れない。ギリギリ奥の方、上の方行けなかった。これどういうマップこれ？これどこ行けばいいのこれ？あー、そういうこと？で、こっからなんか登ってっていいよみたいな。あー、そういうことか。そっちにあるんかい。これで上登って、いいとこにあるね。なんて都合のいいマップなんでしょう。失礼しまーす。これは、あれは合ってんのかな？さっきの、あれ、絵札くんは、さっきの大札くんは大丈夫かな？落ち込んでないかな？俺のこの、戦い、そっぽのけで鍵を取りに行ってるからな。ちょっと申し訳なさまだけど。ん？これは、合ってんのかな？これで、こっち行って、なんか命を削ってとか言ってたもんな。どういうこと命削ってってね。やっぱ速さこそ正義だよね。まさかもう一回会うことになると思わんかったな。ありがとうね、二回も死に際を晒してくれて。ありがてえわ。何あの線、何の空気砲みたいな、まん前の。これは、何宝箱や。うぃ何その仕組み。あ、宝箱が。宝箱開けない。お神々の守り来たー。いいね、進学最後にさせてくれよ。さあ、なんか、ね、思い当たまっちゃって、この大事な扉みたいな感じでね。なにこれ、オフラ君まだいる？命削ってとか言ってたけど、爆弾しちゃったもしかして。大丈夫かしら。お！なんや、これ何？何の生き物？何の生き物これ？ヌエ？何これ？ん？一緒に戦ってくれんのか。また雷のやつあったわ。これどうやって開くのそもそも。やり方を知らんのよ、俺は。でも雷やるもんな。てかまだ神様がもう一人さ、筆神様はまだ一匹おらんのよね。なにこれ。強そう。随分たけたけしい彫像だぜ。アウに向かって吠え立てて。ほんで、月にでも噛みつきそうな勢いじゃねえか。月にでも噛みつきそう。ま、一つ難点を言やあれだな。大層な弓は背負ってるものの、漢字の矢がすっぽ抜けてるとこかい。おということは、あるはずのものがないってのは、どんな傑作でも台無しにしちまうもんだぜ。あるもののはずがないか。なるほどね。なるほど。あるはずのものがない。まあ、ちょっと台無しよね、それはね。確かにね。プラモデルで言う、まあ、箱はあるけどランナーがないみたいな感じかな。矢を、つかせていただきやす。あ、いいのかな、これ。矢を引っ張らさせていただきやす。パーン、オッケー。こんなんでいいんですか？塗っただけですよ。さすがガリューさん。雷が、稲妻が、黄色い稲妻が僕を攻める？ああ、走った。これで何が起きるんだい？結構遠目に行くね。あ、弓とは思えない。これ月？月よりでく。お、これもしかして最後の筆神様じゃない？すげえ。彫像の矢が暗雲を吹き飛ばした。来た。来た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 これが最後の筆神様か。ん？あ、違う、2匹か。あと、あれ？ 2 匹だっけ？ちょん。ちょん。結構これは多めだね。星多めでお送りしてますよ。ぬえ？何これ。ねえ、牛、トラ。トラか。かっけえ。普通にかっけえやつ出てきたわ。弓を放つのかな？避けて。犬子、あまこ。あの子避けて。何してくんのいきなり。おい。お前、俺のことを尊敬してんじゃねえのかよ。敵か？新しい敵か？あれ狂ってるわ。俺もなんか、たけしいな。荒いたけしいな。
おお、我らが地母、アマテラス大神、激神。妖怪どもがばっこしたる、この書に封じられし、我が身なでと。おもとの通力で、我が身ようやく光を宿すこと、叶いぬ。おもとと共に、主夜の道、歩むとあらば、この激神。ほとばしる雷の力を持って、主の御前に一条の光を捧げ立てまつらん。なるほど。どんな力を持ってんやろうな。激。激。激。待って、これな、なんだろうね。雷の力やから。でもなんか、こういう石像とかがないと。ね、ついに来たじゃねえか。12番目の分身、激神がよう。稲妻の自在に操る凶暴な筆技、神代の筆神様。アマコ、それがお前の筆技だったんなら、見事使いこなしてみな。そうだ、あそこにある刀剣の置物。電撃をぶちかますにはちょうどいいぜ。電撃が落ちてるとこに、うまく持ってこいってことか。空の暗雲に稲光が走ったら、その稲光から線を引いて、刀剣の着物につなげるのさ。じゃ、これ入り口の近くにあった、あれにも使えそうやね。そしたら、稲妻がその線に導かれて、あの刀剣の着物直撃で、飛来心みたいな感じか。いったで。やっぱ特別な仕組みがないとダメな感じか。すげえ。あんな雷が落ちたら、敵だってただじゃ済まないぜ。なおで、雷の敵いたから、うまく使えばいけそうだね。電撃の勢いで扉もびっくりして開いちまったようだな。電気で扉を開けるからくりでも仕込んであったのかこれを見越したことかな。俺の能力を使って上まで来いよっていうなんか、妖魔王様の。これも妖魔王様のあれか、仕込みかな。この新しい筆罰で師匠の頂上を目指そうじゃねえか。どうしたらいいっすん。しかし、アマコ、ちいちに分かれ筆罰も、これでもあと一つか。早かったね。ごめん。あと一個、ねあと一個なんだっけね牛はもう見つけたもんね。そいつが手に入りゃ大家も、すべての技を目に焼き付けた頃になら、なんか、旅も終わりが近づいてる、もしかして。そこまで、もうあと少しだな。なくなっていっすん。おっと、無駄口叩いてる暇があったら、先を急がねえとな。なんやかんやでいつもな、いいキャラになってきたね。さあ行こうぜ、アマコ。そっか、妖魔王。妖魔王を倒すのが先か、筆神様を揃えるのが先かって感じか。落ちたらやばそうやな。またこれを使うときは来たようだね。さあ、これで何が起きるんだい。いやー、これもう仕組み、急に出てきたから、これ仕組みを使うときが出てきたな。早く、早押して。オッケー。あ、回転するのね。35億。ちょっと待ってよ。回るのは、早めにもう足場つくしかねえな、これは。あれか、で、ダッシュか。これでダッシュをすればいいんだ。上がってきて早く。これまだ足りないね。よし、来た。な、これで、これを使う、ダッシュ、オッケー。あ、待って、それは知らないよ。もうバカすぎるって。よし、行くか。お、なんか埋まってるね。これは掘っていいのかい。これは何かがないと。ん?ダメだ。これは奥になんかあるってわけ。お、50はすごいぞ。失礼します。あれ、もうオフラ君とはもう会えないのかな?オフラ君との戦いは終わっちまった?あいつ命削っちまったか?ん?ボスか?これ。妖魔王。とうとう妖魔王と会う時は来たのか?ああ、始まってしまった。雷落とすとき、あ、落としていいんですか?これ。なにこれ?お!なんだこの宝物は。ああ、これ持ってば、持ったことあるわ。周囲の妖怪に大ダメージを与える。これを使えってことなのか。アマコ、行くぞ。妖魔王倒すぞ。見ててね。見ててくれよ。見ててくれ、俺の戦いを。あー、竜宮城で今見てるんやろな。竜宮城で見てんだろうな、乙姫様が。乙姫様見ててくれ、俺の爆弾を。爆弾がうまく見えねえ。オッケー。怖い、痛い。ん?何これ。なんだこの飛来心。これ雷使ったらなんかいける?うん、何なのね、この仕組みはね。
こっちはいけなそうやもんな。あ、待って、いけたけど。いけたけど、これ何？これ切ってもいけそう？ああ、なんかあった。これ何なんだろうね。これなんか雷の道ができちゃうよみたいな。ん？どういうことだ？これ何なの、この木、このトゲみたいなやつは。ん？あ、なんかイベントか？なんかこの雷みたいなね。この周りのトゲにならないやろ？ん？なんだか妙な形をしているか。これは鍵か。あの子、お前はすぐに何にでも手を出そうとするけど、そのもいきなり加えたりして、ビリーなんて来ても知らないぜ。ビリーってね。加えますよ、そりゃとこと。何これ、どういうこと、ん？これ足場なのかな。なんだよ、こりゃ。一面に妙な模様が現れたぜ。あの子、この隠れ、もしかして、お前がその変なものを加えたからじゃ。敵の前に引っかかって痛み見たりしないだろうな。ん？どういうことなの？これね、足場ができてるってこと？痛そう、なんか。でも鍵やからね、これね、なんかね。うん、この上登っとかないと損だよね。あれ、ちょっと待って。これで、待って、あれを通りたい。あれと私を繋いでほしい、私とあれを。階段になってるわ。登ってっていいのかい、これは。登ってっていいのかい、本当に。登ってっていいのかい。俺なんか誘われてない？誘われてない？これは通らないとね。そう。これはこうしないといけないから、結局、使うしかなかったんや。使うしかなかったんや。おい、出てきてそうすられるとかなしやん、それは。まださすがに来るよね。こいつだけじゃないよね。終わりかよ。一瞬で終わっちまったけど。どういう敵なん？何のための敵なん、あなたは。拷問メイド名称。あ、出た。消死地獄。消死地獄の遊び方。一度消臭を上げて踏み込めば、四面を消臭が取り囲む。これは東西南北、無人に走り回り、京に入るべし。一つ、度重なる誘惑使用のため、一部壁などに破損が見られる。夢、爆発物など使用するべからず。わかった。使用しません、絶対。一つ、拷問メイドは鬼ヶ島、あ、出た。清潔にだよ。他人の迷惑になる声は、慎むべし。で、妖怪どもの言葉で変えてあるぜ。本当にひたすら走ればいいのかな？面白そう、仕組みが。失礼します。面白い、これ。仕組み面白い。あ、そういうことか。これで、これ。うわ、罰、ダメ。宝物があるよ。これ、罰字でしょ？ちょっと気になる。あ、もうやばい。コードを手に入れた。面白い、この仕組み。はい。あ、もう入り組んで。もう、やばい。俺、どっから来たのか分からなくなっちゃった。俺、どっから来たんだっけ？こっち？あ、全部バツ？あ、うわ、もうやばい、もうわかんない感じだ。やばい、頭おかしくなっちゃう。あ、破損してるわ、壁が。あ、待って。これちょっと開けておきたい。中心コントロール、これありがたいわ。10個分ありがたい。一つで、もう人参。あ、もうやばい。もう、あ、もうわかんない。あ、やばい、頭おかしくなっちゃう。頭おかしくなっちゃう。なんかダメだ、もう。いや、あ、こっちかな。宝箱すごいゲットする。宝物がすごいよ。宝物がすごい。やばい。道がもうない。こっち？お、こっちっぽいね。もう来たことある。引き返せない。あー、違う。待って。やばい、頭がしょっちゅう。こっち？あー、どうしよう。いや、もう使っちゃおう。危険なものは使うな。うるせえ、やい。じゃあ爆弾があるんで。ほらよ。どかせ、早く。ほらよ。ドーン。ダメか。さすがに怒られちゃうか。あ、なるほどね。こっちで爆弾使うのか。ちょっと当てたね。ちょっと爆弾使う場所を間違ってたな。ここね。はい、ドーン。むやみやたらに変なものにはね、爆発物は避けるべしとか書いてあったけど。関係ねえよ、そんなこと。進みます。生じ時刻、あいつ、やっぱ、お札のやつは死んじまったのかな。あ、これ最初のとこ戻ってきたんじゃない？これで、あ、じゃあ、これさっきの雷？ん？俺さっき、あれか、この雷のとこじゃなくて、こっちから、ん？こっちから通ってきたのか。なるほどね。これで、こうか。あれ違うか。
こで機雷種のとこ行って上に上がります。さあ、あでも宝箱か、これはそういうなんかイベント的な、じゃあこの宝箱には絶対いいものが入ってんじゃん。さあ何が出てくるんだい、なんだこれは、あ真珠かい金かい結局。あでもそうだ、もうねちょっと戦いも近いでしょうから、あれやな、ちょっとイベントに向けてちょっと行商人からもらいましょうか、いくつかね。今日は相手になろうと買い物しましょう。これ買わせていただきますよ、ちゃんとええやつを買わせていただき、売るか、その前に売ろう、ちゃんと。真珠とかどれくらいで売れんだこれ、あもそんなもんか。あ5個、ええやん、ええー、わあ10個持ってる、すげえ、ええやん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 、これぐらい買ってええやん。で、これ3個。これもとりあえずもういらんよね。はい。はい、と、オッケー。いいもの買っちゃった。